っていうのは大体まずは誰かの真似から始めるんだよ。他の人のいいとこどんどん取り入れていこう。例えばぶっ殺されてえのがてめえら。コブラさんの赤いストールとかですか。そういうこと。あとダルマのハッピとか。いやそれはチームの所属が変わっちゃうだろう。あそっか別にいいんじゃね。えいいんすか。だからさそういうファッションじゃなくてムーブを取り入れていこうぜ。ムーブ。お前らバイク乗るのやめて車のボンネット乗れ。単純に危ないですって。あと真似してんの露骨すぎません。ボンネットに著作権はねえ。ダンプの上に座って登場しよう。行くぞてめえ。それも危ないですって。落ちないのが奇跡っすよ。上に座ってる時必ず手コネコネしろや。親子の席のやつでしょ。いらないですよ。丸いサングラスかけて歯に謎の銀のやつ入れよう。マリタラスカルズのロッキーのやつですか。あの銀のやつどこに売ってんすかマジで。じゃあ百均とかに売ってんじゃね。雑だなあ。あとそうだな、お前らピョンピョン飛べる。ピョンピョンってもしかしてルートボーイズ。テツさんルードの印象そんなんなんですか。うるせえ。いいかまとめるぞ。赤いストールを巻いて丸いサングラスかけて歯に謎の銀のやつを入れて、そしてダンプの上に乗って手をコネコネしながら登場。あとはある程度ピョンピョン飛んだら、うん、空を見上げて肉を焼くと。特徴が玉突き事故を起こしてます。あーもう限界だ。お前らあと頑張れ。てっさ、だいぶ前半からふざけてたよな。おい、聞いてんのか。俺たち、三能にこだわる必要ないのかな。お前まで変なこと言い出すなよ。はぁ、あ。まだ起きてたの。